こんにちは、門絶整体道信です。今回はね、えー、背中とか肩甲骨の動画になってきますね。今回ね、えー、そんなにね、やっぱり叫ばれない方だったので、私の音声で伝えて、えー、行こうかなと思っております。ここのね、やっぱりね、肩甲骨の場所っていうのはね、やっぱりね、とっても硬い場所で人が多いんですよね。当店でもね、えー、っとね、この肩甲骨をしっかり押してくれっていうお客さん結構多いんですよね。やっぱり皆さん、これ見られてるあなたもそうじゃないですかね。ここがね、硬くなっちゃうんですよね。だからね、仕方がない。 からこの辺しっかり緩めるんです足から腰お尻をしっかり緩めると背中の方ってねだいぶ緩むんですけれどもそれでもやっぱりねこの肩甲骨のあたりっていうのはしっかりね緩めようと思うとなかなかね硬い人多いですやっぱりね現代の社会ねスマホ使ったりとかマウス使ったりパソコン使ったりやあと文字書いたりとかねするとねやっぱりここの場所っていうのはどうしても硬くなってしまうんですよねなのでやっぱり肩甲骨のところってねしっかり緩めてあげるとねいいんですよねでここはね やっぱり一回緩めたからって言って皆さん結構もあのずっと緩むかって言ったらそうじゃなくてやっぱり、ね、ハードなお仕事をされてる人にるなればなるほどやっぱりここの場所が硬くなってきますねなのでうちでね皆さんにお伝えしてますけれども、まあ、1ヶ月に1回から3ヶ月までぐらいで1回ぐらいで体のメンテナンスをされた方がいいよとは言ってますけれどもその辺っていうのはね人間、えー 体にどこまでお金を使うかっていうのは人によってね価値観が違いますからその辺はねご自身でごゆっくりどうぞなんていう風に私はお伝えしてますまあでもね言いながら私もこの46か今年47になるんですけどもそうなってきたらねどれぐらいやったらいいかなって自分の体で思ってるとやっぱりね1ヶ月に1 1>, 1回から2ヶ月に1回ぐらいやっとかないと体が動かなくなってきましたなのでねまさ、あ、と先生にね痛めつけてもらってる悶絶整体でございますでここねここの部分みんなねあの肩甲骨の上のポコペコ病ですよねこのポコペコ病のところはものすごく効くんですよねここの場所をねしっかりと緩めてあげるとねあの腕の疲れとか肩こりとか取れてくれるんですけど私の顔を見るとこの辺が肩こ 凝ってくるとかね私の声を聞くと先生そこそうそうそこが凝って疲れが出てくるんですなんていう風なな、ね、方もおられちゃったりとかしますから。 あまりね、あのおおお、首ポキポキされたりとかするんですけれどもねまあまあどうでもいい話しましたねでこんなでねこれで反対側も押さえていきますで反対側もね腰回りはねこの方もね結構ねさ叫ばれてた方だったんですけれどもやっぱり背中とかってね叫ばれない人が多いのでどうしてもねやっぱりこのねぐいぐい押さえてる硬そうでしょうだってほら跳ね返ってこない感じこの 硬そうな感じを、ね、しっかり見ていただくっていうね、今回の動画なんですけれどもこれ見るだけでもね、やっぱりね,、えー、ね背中やってもらってる気分になりますから疲れが取れてくれる。 ね、これで、ね、様子を見ていただければいいんじゃないかなと思います左側は、ね、特に、ね、対人関係のストレスですからここの部分が硬、ね、くなっている人、ね、要チェックですよ、ここをしっかり緩めてあげるというのは、ね、効果的ですからでこれ、ね、背中とか肩甲骨を押えている動画なんですけどこう、ね、かめちゃめちゃ体重を抑えているでしょこのね体重で抑えていくというのがもん絶生態の秘訣ですよね。その 何ミリかのポイントなんですけどそこに体重をかけて押さえていくことでしっかりと緩んでくれるんですよね、まあ、骨の何、えー、て言うかな、えーまあ、第一線とかね言われる、えー、極突起の横の部分をねぐいぐい押さえていくんですけどこれがまたねよく効くんですよ。 でそこの部分をね、硬いところをしっかり緩めてあげるとねこのねもん絶整体がガチガチな人にも効果的なんですけどもだって見てくださいよこの私の腕めちゃめちゃ硬くないですか太くないですかそうこの太い腕で押さえますこれね私もあまりねま人から言われて気がついたんですけども自分じゃ普通の腕だと思ってるんですけども やっぱ全然違うんですねあの普通の人と腕と比べてやっぱ太さが違うからっていうふうに言われましたあやっぱそうなんだなって思いましたね。で <laughs> この前知り合いのね施術家同士で飲みに行った時なんかも 一緒に話してた腕が違う」とか言って「腕が違うってなんだよ」って太さが違うまあねあの肉体労働ですか仕方がないんですけどもね、まあ、そんな感じでねしっかり抑えていきますから胴体に来らられため、えー、めちゃめちゃゃ痛いですで最近はね100分コースなんかもね新しく作ったりとか、えっとね、金曜日もね時間が空いてたりとかすると開けてるようになってたりとかしますのでね予約表のところをね、えー 下記の欄の欄ところからままたたチェックしてててていただければななんて思ってます最近はねあの私の新規の予約もねもう予約取っててますから、えーね、ちょっと余裕も予約の余裕もできてきてきますから気になる方はね是非チェックしてくださいじゃあちょっと、ね、このままあとはね次はね首肩の方に移っていくのでこの辺でちょっとカット。 こっからまたね肩辺ですけどもね肩のこりっていうのもねここの場所がねぐい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 押さえていってあげるとやっぱり効果的なんですよねでまあ肩もねこの肩もね全然ね下げられなかったんでえー、っとまあ、こうやってね押さえていく動画になっていってますでえー、っとここの肩の部分ってねあの首と肩,と肩と肩甲骨の間のちょうど斜めの付け根のあたりっていうので、ね、一番ね押さえにくい場所ですがやってほしい場所であったりとかしますあと首の付け根ですよね。 何、ね、ていうの、えー、と天中フーチとかその首の骨頭蓋骨の付け根の辺りとかもね指でしっかりね剥がすように入れてあげると効果的なんですよでその効果的な場所をしっかりとねぐいぐい押さえていってあげるでそれも均一に力を1点で抑え込んでいってあげると方向とかも必要なんですけどもそこをねしっかり緩めてあげると全然ね効きが変わってきますね。 でやっぱりここのね、今もや抑えてますけど、首と肩,と肩と肩甲骨の付け根、この付け根の部分っていうのはやっぱりね痛いというかね、ここが凝ってくるとえー、頭痛だったりとかえ偏、ー、頭痛が起こったりとかしやすい場所ですよね。ここをねしっかりと緩めてほしいっていう方は結構ね当店おられますね。えー、なのでねここをしっかり緩めることは僕得意です。 いうかそれが仕事ですからねもうそれを商、えー、いにしておりますから当たり前ですけれどもそこをねしっかり緩めてあげるとね結構ね肩こりって、ね、背中側のこりとかあと真ん中側の肩こりとあと胸側が,のが凝ってる肩こりとこの3つのパターンが結構あるんですよね。この 胸側の方が凝ってる人とかだったらねなかなか気づきにくかったりとかします。なのでねそこまでしっかり取れなかったりとかする人もおられたりしますが、まあ、そこまでねちゃんと見つけるようにします。なので、ね、見つけたらねしっかり緩めていきますからそこの場所をねぐいぐい初めにお伝えしていただいて足とかね全身やられやった上でそこまでたどり着こうと思ったらやっぱりね60分ぐらいのコースが欲しいですよね時間がね。 きりします。で、そうやって触るとほら、すごいスッキリしたでしょうみたいな背中の柔らかさが分かってくるわけですよね。こんな感じで門絶整体って行われていっております。まあだからね、首とか肩とかしっかり凝ってきてましたけれどもね、えー、まあ、こんな感じでね、しっかりやってましたから良かったらね、気になる方はぜひ門絶整体にまで来てくださいね。じゃあ今回の動画はここまでになります。以上門絶整体三つの部でした。またね、バイバイ。